この度、栃木ゴールデンブレーブスに入団いたしました、西岡剛です、まずはこの機会をいただいたエージェント並びに栃木県民球団に感謝したいと思います。僕はただ単に野球が好きなだけなんで、はい、野球を愛しているというか、まあ、野球しかできないという、4歳から野球をやってきてもう30年経ちますので、まあ、それを34歳になって戦力外になってまだ NPB に行きたいという夢を今年でも追いかけられていることに僕は嬉しく思ってます、はい。トライアウトを受けてですね、トライアウトを受けた当日に、球団の方から連絡いただき、一番最初にお声かけいただいたというところに、まず一番最初に興味を示したのと、あとは施設が充実しているというところを重視してこの球団を選びました、はい。そこはもう今選手なので、そこはあんまりまだ先のことなんで、先のことは分からないですよね、人生なんか。だから今日、今ですよね、今を真剣に生きて、そして一日一日成長していくという心構えで一日一日いってます、はい。栃木ゴールデンブレーブスに入団した、西岡剛です。今年は、一勝でも多くチームのために頑張ります。そして、一人でも多く、球場の方に足を運んでいただき、僕たちを応援してください。お願いします。